はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はね、実はとある噂を聞きつけて、ちょっとそちらの検証の方をやっていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。で、どんな説なのかっていうと、もしシュバリエソードマグナが複数本、まあ、たくさん本数あるなら、シュバマグ編成よりゼウス編成の方が強いという噂をですね、聞きつけましたので、今回は、まあ、僕ゼウス無凸なんですよ。実はゼウス無凸で、ちょっとある程度しか分かんない、まだ 80% だからね、まあ、ある程度しか分かんないんだけど、ちょっとその力の片鱗をこの編成で味わってみようかなというふうに思います。よろしくお願いします。で、武器編成としては、今回横竜刀を採用してみました。横竜刀を使って光属性攻撃力を上げたら、まあ、シュバマグ編成より火力が出ると。シュバマグ編成より火力が出るんだったらね、まあ火力が出るってことはスピードが出るわけだから、まあ、HP こそ減っちゃうもののね、そこら辺でどんな風な差別化ができてるのかっていうのを肉体検証していきたいと思います。で、まあ、今回回復アビリティを使用するたび、味方全体の光属性攻撃力アップが付与されるですね、横竜刀を使うってことで、回復アビリティ持ちのフンフを採用いたしました。こちらの採用によってですね、回復アビリティでポチポチで火力を上げられるのではないかと。で、じゃあ他のキャラクターは単純に防御のデバフをボコボコ入れられるキャラクターですね。じゃあ実際にやっていきたいと思います。で、まずやってきたのはこちらなんですけれども、ちょっと今回まず比較の方をしてみましょうか。まあ、これシュバマグの、僕のシュバマグ編成になってて、右側装備みたいな感じになってんだけど、ここの火力がわからないと実際どんな風になるのかがわかんないから、じゃあまずこっちで殴ってみたいと思います。いきます。はい、これでどうなるかだよね。だいたい砂繰り12万ぐらいか。砂繰り10万、12万、13万。まあいいところっていうところですね。ここからさらにデバフをかけてどうなるかっていう。まあちょっとデバフ入れてみますね。ここでデバフを入れて、ちょっとまずはじゃあ4チェーン入れて、ここでソーンの奥義を適用させてちょっと見てみますね。砂繰りが11万、これ防御加減いってるよね。防御加減いってるんで、殲滅のカブラヤをもらって、まあ、それでもやっぱ150万ぐらいなんだね。この奥義ダメージは150万160万ぐらい。普通の奥義って180万ぐらい出るから、そういう意味では、まあ、まだ伸びしろがあるっていうことですよね。じゃあいきます。ここからの砂繰りが、でもやっぱギリギリでもねえか、減衰が届かないギリチョン届かないぐらい、40万ぐらいですね。まあこれでも不足を感じることはあんまりないけど、ただやっぱりそのソンの奥義によったりとか、あとセルエルの奥義が発動するかどうかとか、まあ、今回セルエルの奥義が光属性キャラクターの攻撃力アップみたいな感じで、確率 70% 倍率 20% ぐらいな感じだったような記憶があるんですけれども、やっぱそういうクリティカルが発動するか否かっていうのがかかってきてて、減衰を持たせるには少しだけちょっとこう重い時があるっちゃあるっていう感じだね。まあ、ただやっぱソーンの奥義があると、まあ9大点な火力は35万36万っていうぐらいは出てくるっていうような感じです。まあ、ただやっぱり盛れるならもうちょっと盛りたいっていうのも心情ではあるよね、これは間違いなく。ということで、ゼウスはないのか。まあ、ゼウスも試してみたいけど、まあ、今回はルシムトツゼウスで行ってみます。これでどんな風になるのか、まず砂繰りの火力行ってみますね。砂繰りの火力がさっきは12、3万ぐらいだったよね。行きましょう。え、強くね、嘘だろ。12万、17万、10万。そっか、無凸でこんなに出るんだね。無凸で、まあでもやっぱ下がるっちゃ下がるのか。14万、13万ぐらい。下がるっちゃ下がりますね。へー、なるほどね。で、ここでじゃあデバフ入れてみます。今回アンプレディクトのデバフで。アンプレディクトディプラの、主人公じゃない、アルベール1アビ。これで減衰を入れれます。はい。23万って変わんねえな。ってことは強くね。35万、ほう、110、まあ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 、ここはいいとして、はい、え強くねえか。これもう一回言うけど、ゼウス無凸だからね。無凸ゼウスでこれだから加護効果 40% 上がるから、
ここで加護効果 40% 上がる上にさらに変身残してんだわ。いきますね。これで光属性攻撃力がこれで 30% 上昇します。王竜刀の効果によって36万。これ強いな。ただ HP はやっぱり減ってる。半分ぐらいになってるよね。僕今24000ぐらい。まあでも24000だったら許容範囲内だよな。十分許容範囲内で、でさらに火力的にこんな風になってくる。でゼウス4突したらさらに上昇するって考えると、確かにこれはゼウス強いですね。十分あり得るな。はあ、なるほど。ただやっぱメリットとしては、デメリットとしてはやっぱ岩盤デインとかがないと、まあ、もし王竜刀を積む場合ね、王竜刀積まないっていう選択肢も十分ありますからね。王竜刀を積まない場合、積む場合だったら回復アビリティをどこで調達するのかっていうのが、課題になるところも一つではありますし、もしそういうところで連撃を稼ぐっていう風になったら、あれがね、名前なんだっけ、岩盤転移とかがやっぱ必要になってくるっていうデメリットこそあるものの、もしそういうものに対してその何かを対応できるんだったら、これ光属性攻撃力アップ減衰ですね。 50% 減衰っていうか上限値ですね。光属性攻撃力アップ 50%、もしそれが満たせるのであれば、スナグリだってこれで40万でしょ、ここから加護効果で 1.5 倍になるからね、火力が。そういう風に考えると、ほう、十分可能性としてあり得る装備になってんだっていうような感想となりました。まあ、ここからエデンだったり岩盤テインだったりを増やすことで火力を漏れるっていう風に考えると、可能性っていうのは十分にあるんだなっていう風に思いましたので、もしお金を持ってる方がいれば、僕の代わりに僕の代わりに後のことを頼みますという感じで、ゼウス触ってみた動画でした。無凸でも十分強いんで、もしゼウス3凸を持ってる人がいたら、このまま編成を組んでおくっていう、火力編成として組んでおくっていうのも十分ありなんじゃないかなっていうふうに思います。よければ、参考になったら高評価よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイ。